ワールドエアウェイズとは、アメリカ合衆国のジョージア州、ピーチトゥリーに本社を置く航空会社であった。定期旅客便と同時に、不定期旅客便を運航していた。燃料飛行等などを理由に2014年3月27日付で、経営破綻となり、一旦は消滅したが、同社向け投資会社の発表では、長距離 LCC 会社となって、再出発することになっている。 ワールドエアウェイズは1948年にベンジャミン・ペッパーとエドワード・デイリーによって設立された。彼らは5万ドルで DC-4 を保有し運行を開始した。その後 DC-6 とロッキード・コンステレーションを新たに保有した。1960年代になると他の航空会社と同様ボーイング707やボーイング727という 大型ジェット旅客機を保有し、不定期旅客便を多く運航する。727は、価格両用型の 100C 型を保有し、1969年から1971年にかけて日本航空にリースしていた。ベトナム戦争が開戦すると、ワールドエアウェイズは、軍事輸送などを手掛け、多くの軍事輸送を行う。 ボーイング747から 273C1970 年代には新たに3機のボーイング747を保有する。この747から 200C のローンチカスタマーで旅客、貨物転換できるコンバーチブル型を意味する 200C であった。ただ、転換に時間がかかることが災いして生産機数も少なかった。このため同社ではこれ以上の増加も見込めなかった。 1980年代に、また新たに DC-10 を保有し、定期旅客便の運航を試すが、客不足や老眼国際空港での大破事故などが発生し、定期旅客便の多くは失敗に終わる。結果的には747から 200C をすべて売却し、他社などで使用していた、ボーイング DC-10 及びボーイング MD-11 で統一してきた。 MD-11 湾岸戦争が開戦すると、ワールドエアウェイズは再び軍事輸送を開始し、MD-11 を新たに保有する。A ワールドエアウェイズボーイング747から400バイト DSF ジェット化の実現から運行停止までは、DC-10 と MD-11 という3発エンジンとボーイング747から400バイト DSF の4発エンジン。 ワイドボディ機での機材構成で、不定期旅客便と同時に多くの軍事輸送も行っていた。2014年の運航停止時点では、欧米で年出した、ボーイング MD-11 と747から400バイト DSF を所有してきたが、軍事輸送から787ドリームライナーを取り揃えた LCC へ転換した例は、極めて珍しい。LCC 転換後は、 ロサンゼルスマイアミからアジア、中南米などへの路線で再開させる予定。MD-11DC-8DC-10 ボーイング製航空機の顧客番号は73で、正式な形式名は727から 173C、747から 273C となる。ありがとうございます。